どうもお疲れ様です。そっか、ジュラコブです。まあ、50を過ぎるとね、お金の問題もそうですけども、健康のことにね、かなり神経を使うようになってきます。まあ、なんせね、50方を患ってもうね、半年ぐらいになるんですけども、なんかね、少しずつ改善してるようですけども、なんか見違えたように、あれいつの間にか治ったなっていう感覚ではないんですよ。しっかりと治療をしていかないといけないかなってところがありますし、あとね、見た目的にも白髪が出てきたりね、眉毛にも白髪が出てくるんで、 ちょっとね眉毛の白髪を買ってしまいました。ということでいろんなところになりたくない廊下の足音が聞こえてきてこの体を蝕んでいくわけですよね。もうこうやって徐々に60代70代となっていくしかないかなと思うと人生というのはねついも儚かないものかなと思います気持ちは若いだけなんですけどねいやでも本当に若くいたいと思うからこそさまざまなサプリメントやお薬なのにね 手を出してしてまうわけなんですよで今回はですね別に怪しい商品を紹介してるわけじゃないんですけども私のね信頼している方からこのココナッツオイルを紹介していただきましてラベルは見せていいのかなまあいいでしょう私なら、まあ、こういったバージンココナッツオイルココナッツの油で作った、まあ、これなんですよこれっていうのを化粧品と言っていいのか食品と言っていいのかまあその両方なんでしょうね基本的にはここから出てきた製品を体に こう少しだけけででも飲むわけなんですよあとは肌に塗ったりもできるらしいんですけども私はまだ試してませんねとりあえず毎日 3cc 前後を飲むことを心がけていますまあ飲むといってもごくごく飲むだけわけではなくてねスプーン1杯取ったやつをちょっとこう口の中に、うん、まあたしなむという程度ですかねはい、まあ、それでどんな効果が出るのかはっきり言って私は分かりません分からないけどいいものだということなんでまずはね 自分の体で試してみようかと思ってるわけなんですけども、ご紹介いただきました、ノクさん。ノクさんの動画は概要欄に貼っておきますので、ちょっとね、まだ興味がある人っていうのは、そっちの方に行っていただいてもいいかなと思います。で特徴なんですけどね、このバージンココナッツオイル。ちょっと読んでもらう、ま、読ませてもらいます。えっと、10分後12ヶ月の完熟したココナッツで作られている。で、非加熱であること。で、脱食、脱臭をしていないという。この3つの特徴があるそうです。まあ、だから何なんだというね、 そんな方もいらっしゃるでしょう。私もこの3つの特徴があるから、どうなのかはよくわかりません。ただね、こういった公尺、たくも十分大切なんですけども、実際に体験してみてどうかなっていうふうなところの方が私はね、優先したいんですよ。理屈をいくら並べてもね、やっぱわかんないですよ、うん。だからちょっと試してみる、うん。お金はかかりますけどもね、それはしょうがないですね。自分への投資ですから。その投資がうまくいけば、 定期購入になると思いますし、いまいちだなと思えば、まあ、今回限りになるかもしれません。そうですね。まあ、やり方としては、日常のお肌の手入れとして、乾燥やシワなど気になるところに塗ってください。体の頭から足先まで気になるところにご使用くださいということらしいです。うん。なるほどね。はい。まあね、あの、何か私の、 この体に変化があったらお伝えしたいんですけども、じゃあ、これが全て解決したのかっていうと、その因果関係は非常にわかりにくいです。まあ、はっきり言ってサプリメントでも薬でもそんなもんじゃないですか。薬を飲んで、なんかね、治ったっていうね。まあ、そういう経験をされたことも多いかもしれませんけども、そもそも薬を飲まなくても自然中力で治ったのかもしれませんしね。だから両方比較検討することは非常に難しいんですよ。うん。だから、自分がどう思うかなんじゃないかなと思うんですよ、全ては。うん。これを 本当に取ったおかげでうまくいったと思うのも一つだしこれを取ったことによって効果を無駄にしちゃいけないと思ったんで生活習慣全体が改まったってことでもあると思うんですよ。あのダイエット器具もね今まで何度か買いましたけどもダイエット器具を買うことによって本当にダイエット効果が出るのかどうかは分かりませんけどもただねダイエットにト,イトライしてるんだという気持ちにはなるから生活24時間そのダイエット器具を使ってない時でもやっぱ意識して気をつけるようになりますよね。そういうふういふに ちょっと広い気持ちで考えていきたいなと私は思います、えー、こちらの方、母からの僕にもインドネシアさんということで、本当に見違えたように効果はわからないと思います。私がねこれを取って1週間後にね。なんか見た目に若返ったとかね。なんか髪がふさふさになったとかね。そういうのだったらあれですけども、見た目にはほとんど変わらないと思うんで、私がどう感じたかを日々レポートしたいと思います。それでは以上です。